はい、皆さんどうもこんばんは、海徳です。今ですね、急遽カメラ回してます。ただいまの日付はですね、2月13日、午後23時22分ぐらいなんですけど、今ね、地震来ましたね、マジで。今、緊急地震速報鳴ったんで、で、今、地震起きたのね、23時8分なんですけど、なんと最大震度やばいよ、これ、今回。6強。最大震度6強、やばい。最大震度6強が、蔵王町、相馬市、国見町、新地町ってなってます。いや、やばいっすね。で、さっきの地震でさ、僕今住んでるの仙台市なんですけど、仙台市もう震度5強だったみたいで、この辺のものとかね、ちょっと散乱しちゃったんですよ、ほら。で、さっきこの旋盤台、これまだ紹介してないんですけど、この旋盤台、さっきここに置いてたんですよね、ここ。ここ置いてて、で、さっき地震のせいでこれ崩れたんですよ。で、さっきでパンタグラフが終了しましたね、これ。はい。で、この100番台とかもまだ紹介する前だったんですけど、はい、なんとまさかの、これ転落防止ホールつけてたんですけど、これ取れちゃいました。うわ、やられた、失敗した。これはマジかよ。うわ、失敗した、今。はい、ということでね、今、本当にね、マジで今、地震起きたんですよね、本当に。で、この辺のものとかも散乱して、うわ、ここ置くんじゃなかった、これ。いや、今から寝ようと思ったのに、本当に。ちょっとこの辺のパンタグラフとかもちょっとやられたしね、ちょっと待って。パンタグラフこれ終了してますからね、本当に。あ、やばいやばいやばい。よいしょっと。ちょっとダメだ、これ、こっち置こう。よいしょ。いや、マジかよ、今の。さすがにあれ、ビビるよね。今、テレビつけてんですけど。いやー、マジですか。で、ここのさっきのパンタグラフ、これ曲がっちゃいました。はい。紹介前なんですけど、これ結局曲がっちゃいました。いやー、あれはやられたな、今のは。で、さっきにここに置いてあった温度計とかも倒れてるし。うわ、これはマジか。マジかよ。うわ、待って。うわ、応募しようと思った、こいつもちょっとずれてんじゃん。いや、この辺の紙とか全部落ちてるし。よいしょ。そんで1枚どっか紛失したんだけど、どこ行ったの？この辺の間引電池とかも落ちてんじゃん。やば。今のさすがにビビったわ。よいしょ。今ですね、ちょっとね、まあ、今、片付け終わったんですけども、大体、片付け終わったんですけど、今、お茶、寝る前に僕、いつもお茶飲むんですけど、ちょっと今、ペットボトルじゃなくて、今、さっき、コップにお茶入れてたんですよね。無理なんで、もう、次、地震起きたら怖いんで、本当に、こいつにします。ちょっと、ペットボトル用にします。これにして、一応、お茶は飲みたいと思います。一応ここ行っておきましょう。で、さっきの地震でね、ここお茶こぼれたんで、ここに。こぼれた跡あるんですよね。ほら、ほら、こう寝れてるっしょ。寝てるっしょ。やばすぎるだろ、今のは。また揺れてる。今揺れてます。今動画終了しようと思ったんですけど、まだ揺れてます。今のところ揺れてます。はい。あ、揺れてる揺れてる。揺れてきた。やばい、揺れてきた揺れてきた。今揺れてきました、また。マジかよ、本当に。やめてくれ。うわ、怖え、本当に。いや、もう揺れてんの、ほんと怖えな、本当。で、また揺れてる、また揺れてます。今ちょっとこれで、ちょっと今動画閉めようと思ったんですけど、また揺れてますね。はい。また揺れてます。はい。はい。まあ、とりあえず今また揺れてるって感じですね。はい。
はい、ということでね、一応ね、今、とりあえずね、今、2月13なんですけども、今、とりあえず、ね、2月14になりますね。あと1分ちょっとで。いやー、やばかったっすね、さっきのさすがに。はい、ということで、本日はですね、地震がね、急に起きてしまってね、緊急実況してみたっていう動画なんです、だったんですけどね。今後もね、皆さんね、地震にはね、ご注意ください。特にね、宮城県、福島県、まあ、それから関東圏の皆さんとかもね、東北圏内の皆さんとかも、今後の地震とかにもね、注意して過ごしてくださいという感じですね。はい、また余震とか来るかもしれないんでね、一応ね、災害には備えておきましょう。ということでね、本日はですね、この絵で終わりにしたいと思います。いやー、さっきね、開封動画撮ってたら、いきなり地震来たからね。最悪。マグニチュードは7.1だしさ。やっべえ。ちょっと待って、まだ終わんないわ。ちょっと、一応震度の情報、ちょっと一応見ときますか。はい、一応見ときましょう。ちょっと今11時51分なんですけど、今、とりあえずね、今、新しい情報の入ってるやつの地震をちょっと見たいと思います。はい、マグニチュード7.1、これですね。はい、震度6強が宮城県蔵王町、福島県相馬市、国見町、新地町、震度6弱が石巻市、岩沼市、登米市、宮城、川崎町、亘理町、山本町、福島県福島市、郡山市、須賀川市、南相馬市、福島、伊達市、本宮市、郡町、川俣町、天栄村、広野町、楢葉町、川内村かな、大熊町、二見町、浪江町となってます。震度5強までに一応しておきたいと思います。一応これ以上やったらね、まあ、キリがないんで。震度5強が、仙台市、青葉区、宮城野区、若林区、塩釜市、白石市、名取市、角田市、栗原市、東松島市、大崎市、大河原町、村田町、柴田町か、角田市、栗原市、あ、そこは行った、丸森町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大里町、大平村、涌谷町、美里町となっていますね。はい。まあ、ということでね、一応ね、あ、まだあったわ。いわき市、白河市、二本松市、田村市、大玉村かな。田村市、大玉村、鏡石町、猪苗代町、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、浅川町、小野町、富岡町、勝尾村かな、これ。飯舘村、高根沢町、那須町という感じになっています。高根沢町と那須町は一応栃木県です。いやー、やばいっすね。一応震度5弱とかもね、まあ、結構揺れたらしいですよね。一関市とか矢巾町とか、まあ、震度5弱という感じになっていますね。いやー、びっくりしましたね。とりあえず、まあ、とりあえず一応ね、このまま実況しちゃうとね、まあ、とりあえず長い動画になっちゃうんでね、一応ね、動画はこの辺にして終わりにしたいと思います。ということでね、もし一瞬でもいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。